はい、画面共有見えてますかね。見てまーす。はい、見てまーす。なんだったら始めまーす。お、結構来てる。はじめましての人ははじめまして。はい、19人だったら始めまーす。あ、どうもどうも、どうもどうも、どうもどうも。あ、レコーディング始まった。はい。あ、俺にピンしとこ。ピンビデオ。はい。あ、じゃあ19時になったんで始めたいと思います。Python Charity Talks in Japan 振り返り会ということで始めます。私は今日後でも話すんですけど、鈴木孝則です。スタッフの一人です。よろしくお願いします。最初に進め方5分ぐらい話したら、寺田さんにバトンタッチします。最初にイベントの進め方ですね。まず目的なんですけれども、今回のイベントなんですが、まあ、Python Charity Talks in Japan っていうオンラインのイベントをやりました。私自身も初めてスタッフとしてはやりましたんで、まあ、他のスタッフを含めていろいろなんか学びとか知見があったんで、そこを共有したいなと思ってます。また逆に、フィードバックももらいたくって、ここ実際どうなのとか、逆に僕たちこうやってるよみたいな感じの話とかもして、なんかよりいいオンラインイベントができるような、なんかきっかけになるといいなと思っています。っていうイベントの目的でやっています。で、今日の進行ですね。まあ、時間はざっくりこんな感じで考えていますということで、まず最初に今私がイベントの進め方っていうのを話します。話してます。で、その後に、寺田さん、テラピョンさんから、イベントの背景と、あと概要と、チームこんな感じでやってましたって話を15分ぐらいしてもらいます。その後に、熊 PPP さんから、配信チームですね。オンラインなんで配信チームの準備と当日進行について30分ぐらい。で、その後私から、事前準備と当日の進行っていうのについて30分発表します。そう。ライトニングトーク終わって1回休憩かな。で、ライトニングトーク、今のところ1名かなが申し込んでくれたんで、その方に振ろうと思っています。で、そこでちょっと軽く休憩、雑談しながら休憩した後に全員で質疑応答をしようかなと思ってます。進行は、質疑応答の進行はマーヤさんにお願いします。はい。はい。はい。で、進め方ですけど、まず、まあ、ハッシュタグは、シャープパイチャリティ、Python チャリティトークスだったり、シャープパイチャリティってやつなんで、まあ、Twitter とかにも書いてもらえるとありがたいです。で、ここ、今私が発表しているところからの発表部分は録画して公開予定です。で、質疑応答のところは非公開にするつもりなので、裏話とか、忌憚なくやり取りできた方がいいかなと思うんで、録画、公開しないです。YouTube とかには載せないです。で、質疑応答についてはスライドを使います。で、リンクはコンパスにも貼ってるし、多分 Zoom のチャットにも流れるかな。で、質疑応答の時間は長めに取るつもりなんで、ぜひいろいろ書いてくださいってことで、あ、モアでチャットで、ちょっと試しに書いてもらってもいいですか？慣れてない人もいると思うので、スライドのリンクが今送られたと思います。質問はこちらっていうので入ってもらうと、質問が書けますんで、ここにちょっと試しに書いてもらっていいですか。で、他の人が書いた質問に投票とかもできるようになってます。どうぞどうぞ、書いてみてください。今私が見てるところにきっと、こう、ああ、そうですね。今日はどのような発表ですか。はい。なんだっけ。オンラインイベントについて運営側の視点で話を発表しようと思っています。はい。という回答をしました。ここに押すと上に上がったりとかして、ボートが多いやつ。アノニマス OK です。はい、OK です。名乗ってくれると、質疑応答の時に誰それさんって聞けるんで助かるんですけど、アノニマスでも構いません。アノニマスだと逆にこの質問誰からみたいなの分かんないみたいな。福田さん、ワイワイ。はい、ありがとうございます。大丈夫そうですね。まあ、こんな感じで書き込んでもらったのを最後の質疑応答タイムでピックアップしてやっていきたいと思います。はい、4分なんでそろそろ終わり。はい、じゃあこんな感じで進めていきますんで、そうですね。
まあ、楽しくやりましょうって感じですかね。はい、では寺田さんよろしくお願いします。はい、こんにちは、寺田です。じゃあ私の方でスクリーンシェアして、画面が今高典さんになっちゃってる？いや、ピンもしましたよ。ピンした？あ、変わるんだね。ピンした。あ、私が変わってないだけ。はい、はい、じゃあまあこれから、15分ですね。私の方で、発表していきたいと思います。シェアします。はい、Python チャリティートークスインジャパンの振り返り会ということで、イベントの背景と概要と、まあ、チーム運営みたいな、まあ、概要とかその辺の話を15分ぐらいさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、寺田学と言います。まあ、この会というかあれでは、一般社団法人 PyCon JP アソシエーションの代表理事ということで、役割を持っています。まあ、他には会社やってたりいろいろやってますが、まあ、普段の仕事的には Python エンジニアという感じです。はい。で、今回のイベントでの役割なんですが、まあ、発起人として、まあ、私が、まあ、これをやりたいと、先に最初に、一番最初に言い出して、で、実際に内部的にはですね、広報とか事務局、まあ、この後チーム運営の話をするので、チームでどういうふうにやったかって話をしますけれども、まあ、広報とか事務局っていうところで活動したということです。はい。イベントの背景、まあ、当日イベント参加いただいた方には、まあ、このスライドで一度発表させていただいているんですけれども、もう一度おさらいという意味で、ここで発表します。アメリカである PyCon US、US PyCon 2020、これは4月の中旬、15日ぐらいからやる1週間のイベントなんですけれども、が、アメリカのピッツバーグでやる予定だったのが、まあ、急遽、まあ、この COVID-19 の問題で、急遽、開催できなくなりました。まあ、それは皆さんご存知のだと思います。あと状況としては皆さん分かると思います。で、まあ、オンラインということで急遽1ヶ月前でもなかったですかね、2、3週間前にもうオンラインにしますという発表があって、まあ、直前キャンセルということになりました。で、PSF Python ソフトウェアファンデーションはですね、 US PyCon で大きな収益を得て、まあ、それをまたいろんなところに配布したり、いろんなイベントに使ったり、いろんなホストをしたり、いろんな活動に使っているわけですが、まあ、そういう計画がいろんなもので変わってしまいますというアナウンスが PSF から結構、まあ、緊張感のあるメッセージがですね、多くの我々みたいなところに流れてきました。で、まあ、キャンセルになっちゃったのはしょうがないにしても、どういうふうにしようみたいなことを、まあ、我々としては考えたわけです。で、PyCon JP、 我々ずっと PyCon JP 2011年から日本でずっとイベントをやってますが、まあ、過去に2014年ぐらいからですね、継続的に Python ソフトウェアファンデーションから金銭的なサポートをずっと受けていました。で、まあ、そういう意味で、まあ、ずっと金銭的なサポートを受けて、我々もようやくこうやって成長できて、みんな楽しく大きなイベントができるようになったということで、まあ、それは US PyCon の資金力とかそういうものがあったからというふうに考えてまして、まあ、そういうことがあったということで、キャンセルになっちゃって財政が圧迫しているということなんで、日本から恩返しイベントが、恩返しができないかなと。恩返しするためには寄付イベントってやったらどうだろうみたいなことを、まあ、と考えました。まあ、これで、まあ、この間7月にですね、このイベント、Python チャリティートークスというものをやったわけです。で、イベントをですね、やる上で、まあ、目標を設定しましょうという話になりました。で、やはり、まあ、イベント何かやるときにですね、まあ、みんなが楽しめるイベントとか、発表の場があるとか、集まれるとか、いろんな場合があると思うんですが、まあ、今回のこのイベントの大目標としては、Python ソフトウェアファンデーションに100万円寄付しようということを一番の目標にしました。まあ、これは、まあ、この後出てくるタイムスケジュール出てきますが、まあ、ミーティング、今回のスタッフの中でミーティングをして、どれを一番大事にしようかっていうことで、これに決めました。ただですね、まあ、寄付するだけで、じゃあお金だけ集めて、それを、まあ、また、ポッと渡したらいいのかというと、まあ、そうではないよねっていう思いがあって、イベントの内容充実っていうのをすごく重視しました。もちろんその100万円を寄付するということを大目標にしているものの、イベントが内容が充実しているっていうことも並行してやらないといけないだろうと思いました。これは、今後、まあ、我々がこういうイベントをやったりとか、まあ、他の国が真似すると、他の地域が真似するとかですね、まあ、我々今後、PyCon JP もオンラインに、まあ、今年なりますけれども、まあ、今後こういうイベントを繰り返していく中で、ただまあ、一回の寄付だけで終わってしまってはいけないんじゃないかなという思いもあって、内容充実ということもすごく、考えました。まあ、その内容充実というのは参加者が集まって、それが楽しかったと。いいイベントだったね。またもう一回こういうのあったら参加したいよね。というような思いがあるようなイベントにしたかったということです。
で、今日の最後にも発表がありますが、この後の発表もありますが、配信についてはすごく慎重にやりました。それはやはり、参加者からお金を集めてますし、この100万円の原資っていうのはスポンサーからのものだったり、参加者からのものだったりするんですけど、そういうものを、お金を取ってやるイベントということで、配信の品質が、良くないとですね、せっかく参加したけど、寄付イベントだからしょうがないよね、みたいな感じで見られちゃうのもちょっと悲しいなという思いがあって、この辺も重視してやって、で、6月末に開催できる内容っていう、スタート時点から決めてですね、6月末に開催できる内容にしましょうというふうに目標、この優先順位をつけてですね、決めました。で、イベントの概要は皆さんご存知かと思いますが、7月の4日土曜日に5時間、午後ですね、1時から6時まで、オンライン、Zoom プラス YouTube ライブということでやって、ワントラックで、一つのトラックだけでやる。で、トークセッションとパネルディスカッション LT という、基本的にはトークをするという会です。で、参加費は有料で、基本1000円。学生の値引きだとか、あと、パトロンとか、いろいろな参加費の仕方ありましたけれども、基本は有料1000円。で、スポンサー募集して、それで寄付を募るということをしました。ここにコンパスの URL 書いてありますが、ここに行くとですね、どういうスポンサーがいたのか、どういう発表があったのかというのが一通り見えるようになっています。あと、YouTube アーカイブを残したいと、このせっかく発表してくれたもの、いい発表になるだろうということを期待して、最終的にいい発表になったと思うんですけれども、YouTube でアーカイブ残すということも一つ大事なことかなと思って、YouTube アーカイブも残っています。これは今でも見れます。5時間ぶっ通しなんですけど、時間のタイムラインがコメント欄に、概要欄に入ってますので、自分の見たいところをポチッと時間を押すとですね、その場を見れるということで、簡単に自分の、見たいところだけが見れるようになっています。で、運営のタイムスケジュール、今日ここ大事かなと思ってこれをまとめました。企画から2ヶ月間で開催をしました。5月の1日に企画案を作って提示しました。これ私がやりました。で、もともと4月の、上旬にですね、私はちょっと妄想してて、いや、こういうイベントできないかなっていう妄想だけはですね、自分の中ではいろいろと作ってたんですが、企画案としてドキュメンテーションにしたのが5月1日です。で、ゴールデンウィークを明けてですね、5月の18日に第1回の運営ミーティングということをやりまして、ここで先ほど言った目的ですとか枠組み、こういう枠組みでやれようよねとか、目的はこうだよねってことをみんなで合意して、もう即、イベントの、募集開始して、もうスポンサーももうある程度枠組みをパッと決めていたので、スポンサーの募集開始をしてやりました。で、トークセッションもですね、今回そんなに時間がない、その7月の、6月の末頃やるということを決めていたので、トークセッションの決定を相当早くしなきゃいけないということが思っていたので、この辺もですね、実績のある方に、今まで過去にどこかで発表したことのある方にお願いをしたんですけれども、そういうことですぐにですね、トークセッションの決定ができました。ここまで大体の骨子が固まってですね、で、その後6月中っていうのは、配信の準備だとか、広報活動、まだまだスポンサー集まりが悪かったので、スポンサーを募集する活動ですとか、そういうことをやって、大体6月の前半にですね、この辺のことのやり方とかが固まりまして、で、6月の後半は、登壇者リハーサルと当日の流れの確認ということを、入念にやりました。これも全部もちろんオンラインで、Zoom を使ったミーティングをやったりとか、リハーサルを、ウェビナーのリハーサルをやったりとかっていうことで、全部オンラインでこの辺をやって、当日の7月4日を迎えたということになります。はい。で、運営チームっていうことなんですけど、今回はですね、3つのチームを作りました。企画チーム。PyConJP だって最近だとプログラムチームって言ったりするのかな？昔プログラムチームだったかな？とか。チーム制でやってるんです。PyConJP 自体もチーム制でやってるんですけれども、企画チームっていうチームと、広報事務局というチームと、配信会場係というチーム、この3つに分けました。で、これは過去に私たちがやってた PyConJP とかでチーム制を何回も取っていたので、その中でですね、どの担当はどのチームに入れようとか、どういうチーム分けにしようみたいなことを最初のミーティングでパッと考えて、4つか5つのチームに分けようかと思ってたんですが、今回のこの規模で短期間なので、チームはちょっと少なくして3つにしようということになって、トークの取りまとめとか当日の司会とか、その企画内容を全部やるというのを企画チーム。で、広報とか、参加者受付とか広報活動、スポンサーとか、そういうことについては、広報事務局チームというところで全部まとめると。
で、まあ、今回実質物理会場がありませんけれども、まあ、配信ですとか、まあ、そういう、部分がありますので、まあ、配信会場係ということで、Zoom の設定から YouTube ライブの設定とか、その辺のインフラ周りのことを全部やるという、この3つのチームでやって、3つのチームでやりました。で、チーム運営、これは前回のクロージングでもちょっと発表させていただいているメンバーですけれども、この8人がスタッフになってやりまして、まあ、私は先ほども言った通り広報事務局チームで、主にスポンサー周りを担当するということでやりました。で、実際にはですね、このメンバー、多くの人たちが PyCon JP のスタッフの経験者だったり、私自身もまあ座長だとか、そういうのの経験者ですし、まあ、他にも、座長経験者が2人もいたりとか、あと、いろんな副座長経験者とか、あと、パイキャンプのスタッフとか、まあ、そういう人たちが、まあ、集まってやってるので、まあ、比較的ですね、今までやってた、チームのやり方とか、PyCon JP だとこういうふうにやるよねっていうのが、ある程度分かってる人たちが多かったというのはあります。なので、まあ、決定とかは結構比較的早く、バン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 決定して、いろいろ進められたかなと。いうふうに思ってますし、まあ、チームに基本的に任せているので、まあ、企画については鈴木孝則さんと石田真彩さんに全部じゃあなんかもう全部取りまとめまとかせるんで、まあ、みんなで議論したいところだけちょっと議論するとか、まあ、そんな感じですし、配信チームについてもそういう感じでやりました。はい。で、イベントの成果なんですが、目標の100万円というのを大幅に超えることができました。まあ、これはスポンサー全部、一通り最後の段階になって、スポンサー全枠埋まりましたし、参加者もですね、200人、までは行きませんでしたけれども、まあ、スポンサーのチケットと合わせると、201枚のチケットが売れました。で、チケット買ってくれただけじゃなく、Zoom にも150人を超える人たちが参加してくれたと思いますので、まあ、そういう意味では、イベントの成果として非常に良かったかなと思います。また、配信品質についてもですね、まあ、練習をすごくたくさん、まあ、発表者ですとかいろんな人にお願いしてやったので、そういう意味では品質もかなり高くできたのかなと思います。でちょっと驚いたのはアンケート結果からですね、まあ、幅広い参加者が多かったなというふうに思いました。というのは、こういうイベント、まあ、PSF のことを知ってる人とかですね、PyCon JP にたくさん来てる人、何回も来てる人たちばかりが来るかなと思っていたんですが、まだ PyCon JP のイベントに参加したことありませんとか、1回だけどっかのイベントに参加したことありますっていう人が結構ボリューム的に多かったというのがちょっと驚きでしたが、まあ、それでもですね、みんな楽しかったと。楽しめたというアンケート結果をいただけたので非常に良かったかなと思っています。で、予想外というと変なんですけど、私は予想してなかった、成果ということで、まあ、PSF がですね、まあ、近くなったという PSF の存在っていうのがそんなに、知らないことはないにしても、どんな感じでやってるのか分かんないところに、まあ、こういう、まあ、寄付をするっていうことををきっかけに、こういうことを PSF がやっているんだとか、パネルディスカッションの中でもですね、パネルディスカッションの中での質問でもですね、PSF についてどう思いますって、遠い存在ですね、みたいな話が出たりとかしてたんですけど、まあ、随分近くになってくれたのかなと、まあ、PSF も困ってるし、一緒に活動していかなきゃいけない仲間たちなんだっていうふうに思ってもらえたのかなというふうに思っていて、まあ、これは非常に良かったなと、やれて良かったなというふうに思っています。はい。じゃあ、駆け足ですが、最後にですね、2つほど、個人的なこだわりを。これ、今日撮った写真なので、右側の写真はですね、今日撮った写真なんですけれども、まあ、今日も一眼レフを使って、やってるんですけれども、まあ、このオンライン化の中にですね、やはりまあ、私もちょっと楽しみをいろいろ見つけたいと思って、オンラインでの発表の環境整備をちょっとしまして、まあ、一眼レフカメラを使ったりとかですね、ATEM というこの右下にある、ものですけれども、写真の右下にあるスイッチャーですが、まあ、そういうものを使ったりとか、コンデンサーマイク使って喋ったりとかっていうことをちょっとこだわりとしてやりまして、まあそんなに重要じゃないんですけれども面白かったですと、自分自身楽しかったです。もう一つ、オンラインでのパネルディスカッション、まあ、パネルディスカッションってまあオフラインでやってもすごく難しいものだと思ってるんですけれども、まあそれをオンラインでやってみるっていう挑戦を私自身がちょっとしてみたかったという思いがあります。それはまあ昨年とか、PyCon JP でいろんな人たちを交えたミーティングをしたりとかしている中で、まあモデレーターってすごく難しいんですけど、やりがいがあったりとか面白さがあって、まあそういうところの意見とかをうまく引き出せたらいいなというふうに、
まあ、常日頃思っていたので、まあ、それをオンラインでやるというところはもっと難しいだろうなと思ってて、まあ、それに挑戦できて、まあ、それなりにまあまあうまく回せたかなと私自身、反省はもちろんあるものの、もうちょっとこうしたらよかったっていう反省はあるものの、まあ、自由なテーマで、ネタ振りからツッコミまで、まあ、自分自身の中で、まあまあそれなりの成果があったなというふうに思っています。ということで、皆さんの本当に、サポートありがとうございます。寄付だけではなくですね、スタッフ活動とか、トークをしてくれた人とか、まあ、いろんな意味での、サポートしてくれたのはすごく良かったなと思いますし、私自身も、一緒にできたのはすごく嬉しかったです。ということで、Q&A の時間は今は多分取れないと思うので、後ほどでいいですかね。最後にまとめてで、はい、大丈夫です。はい。じゃあ、一応、はい。ということで、ご意見、ご感想お待ちしておりますので、よろしくお願いします。今日は以上でございます。皆さんありがとうございました。パチ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 。それでは続いての発表ですね。パンパンいきますね。オンタイムなんで。じゃあ、クマピーさんにピンを設定して、はい。ピンビデオしました。画面共有いけるのかな？私が画面共有切ればいいのかな？わかんない。はい。はい。クマピーさんお願いします。あと今ミュートです。クマピーミュートだよ。失礼いたしました。スライド大丈夫ですか、ね、はい。では発表させていただきます。配信チームの準備と当日進行についてと題して、私熊 PPP が発表させていただきます。今日のアジェンダはこのようになってます。上から配信チームの紹介、ズームウェビナーの話、準備したことを当日発表した当日の時の話と、まあ、この、役割を経て得たノウハウ、これらの5つを発表していきたいと思います。でまず配信チームの紹介なんですけども、それ以前に、私の自己紹介なんですけど、お前誰よということで、クマ PPP、名前はクマがいい、ハンドルネームくま PPP で活動させてもらってます。Twitter ID がアットくま PPP になって、スタッフ業の経験は2回とあるように、去年の PyConJP2019 のスタッフはコンテンツチームで、今月に迫った PyConJP2020 のスタッフは配信チームとして行って、スタッフ業を行っています。で、配信チームについてなんですけど、まあ、先ほど、寺田さんのスライドでも紹介ありましたが、メンバーは私、まあ、PPP と、清水川さんの2名で行っていました。で、やっていたことは主に Zoom のウェビナーのと、YouTube 配信2つの設定や監視の担当していました。で、2人とも Zoom ウェビナーと配信、オンラインイベントのこの配信作業に変わるというのは初めてという状態で、このスタッフ業をスタートしました。でまず、今回利用した Zoom ウェビナーの話をしたいと思います。Zoom ウェビナーとは、Zoom はもう皆さん、これもまさにそうなんです、このイベントもそうなんですけど、Zoom は結構もう、この時世慣れ親しんでいる方が多いかとは思いますけれども、Zoom ウェビナーっていうのは、もしかしたらちょっと気になれないかなと思っていて、で、Zoom ウェビナーの紹介させていただくと、これは Zoom のサービスの一種ですね。トークイベントに特化した Zoom のサービスの一種ということで、普通の Zoom はこのように、ミーティングルームに人が集まって、ワイワイ話すような感じの仕様になってますけれども、当日参加された方は、なんとなくウェビナー、こういうものだと分かってるかもしれないですけれども、Zoom ウェビナーというのは、このミーティングの別に、聞く専用の部屋があって、それによって、なんですかね、役割を区分け、ここに書いてあるパネリストはステージ、聴取者は観客席のように、ちょっと、通常役割を分けて、トーク
トークをイベント進行するといった役割があります。で、まあ、部屋の仕組みなんですけども、パネリスト用の部屋と参加者用の部屋と2つあります。パネリストの部屋というのは、まさに今、私たちがここで使っている、今使っている、Zoom の部屋と同じような形で、普通にカメラとかもオンにできますし、マイクとかも、まあ、まあ、話聞いてると思うんでミュートだと思いますけど、基本的にはマイクオン、カメラオンも自由にできるようなものになっていて、一方で参加者側の部屋っていうのは、聞くだけですね、ホスト側で権限を与えることができるといえばできるんですけれども、基本的には参加者というのはマイクもビデオもオンにしないで、実際にこのミーティングを旗から見ているだけのような役割になっています。で、この Zoom ウェビナーなんですけれども、ただのオプション機能、その普通に Zoom を契約するだけで使えるわけではなくてですね、Zoom のプロ契約、無料のアカウントではなくて、有料のアカウントの上に、さらにアドオン契約といって、オプションとして追加料金を支払うことで利用できるようになっています。で、利用できるよ、その参加者の人数にも上限がありまして、今回は200名超の人数が集まるイベントに、HIT Docs in Japan はなったので、500人上限として契約しました。値段は、今回だと、1月1ホストあたり2万円弱となっています。で、他の料金を知りたい方は、ちょっとこの Zoom のサイトから契約まで行かなくても、この購入画面、今の右下のスクショに映ってますけれど、そこの画面まで行けば確認できるので、ちょっと確認していただければと思います。で、設定ですね。Zoom ウェビナー特有の設定は何かというお話なんですけれども、基本的な設定は Zoom と同じです。Zoom の部屋を作るときに、ちょっと細かくマイクとか、ビデオとかそこら辺の設定あったと思いますけど、まあ、基本的にそこら辺はあまり変わらないんですけれども、先ほど言ったように部屋が2つありまして、Zoom の部屋って作成すればそのまま URL 払い出して、それを周知すれば他のメンバーの方もそのミーティングルームに入っていただくっていうような形なんですけれども、Zoom ウェビナーで言うと、そのまま作成して払い出されるミーティングルームは参加者用の、その URL になっておりまして、それだと、あれですね、パネリストのように、マイクやトークがオンにで、マイクやビデオがオンにできるような役割を持ってないので、で、それは特別な部屋ということで、招待状という機能がありましてですね、その招待状を経由して、メールで、その、ここに、ここをクリックして参加って、なんか、この招待状のメールに書いたんですけど、ここは、Zoom の別のリンクになっておりまして、パネリストは専用の URL を使って、入室するっていうようなことになります。はい。設定、今回の、過去に使ったやつですね、設定。こちらっと、載せても問題ないようなものだけ、ちょっと抜粋して、スクショを拾ってきましたけれど、こんな感じで、あんまりその複雑回帰な設定はすることなく、することができます。で、もう一つ、YouTube 配信ですね。今回、Zoom のウェビナーの部屋とは別に、YouTube 配信も行いました。Zoom の部屋は参加者用 URL もコンパスでチャリティートークスインジャパンに参加していただいた方だけ周知する形でお伝えしたんですけれども、YouTube 配信に関しては、PyConJP の Twitter アカウントから流したがように、イベントに参加してない方が気軽に見れるようなものとして今回利用しました。で、YouTube 配信についての設定も、複雑なものは決してなくてですね。YouTube Live Studio っていう YouTube 配信使ったことはある人はわかるかもしれないですけど、まあ、それを、ライブストリーミング用のページがありまして、そこでイベントを作成して、そのイベントを作成すると、ここに書いてあるように、
必要なキーの情報が払い出されるんで、それを Zoom 側で設定する。右下のスクショにあるんですけれども、ライブストリーム配信っていう設定するところがありまして、そこでその情報を入力するだけで、基本的に準備は OK です。実際にその配信されるっていうのは、後々ちょっと説明しますが、その当日のその PyCharity Talks in Japan の発表の時のその設定も、基本的には前準備としてはこれだけですね。次に準備したものですね。で、今回イベントを行うにあたって、で、そのチームのお話しした時に、ちょっとオンラインイベントに関しては未経験ということで、ちょっとどう進めればいいかってところは結構やっぱ悩んだところなんですけれども、まずその3つ、ここに書いてあるように、3つその課題といいますか、ありまして、まずどういうことをすればいい、何をすればいいんだってことと、そのズームウェビナーを使うっていうことはもう、早々に決まったんですけど、そもそも触ったことある人がいなかったので、どれだけ機能があるのかっていうのが分からない。もう一つが、オンラインイベントを実際にやるにあたっていって、どうやって進めていけばいいのかっていうところ。大きく分けて、タスクが不透明なところと、知見がまだメンバー、スタッフみんな足りてないっていうところと、当日トラブルの不安、3点がちょっとその、今回の主な課題でした。で、それをそれぞれそのミーティング重ねるごとに議題として挙げて解決したったんですけども、主なその対策というのがコロラ3つですね。どういうことがすればいいというものに関しては、スプレッドシートとスラックでタスクを共有。2番目のそのどれだけ機能があるのかっていうのは、もうスタッフの皆さんを巻き込んでお試しをする。で、当日の進行はどうすればいいのかっていうのは、もうスピーカーの方を事前に集めて、その認識合わせをするっていうことをやりました。細かく説明いたしますと、まずスプレッドシートとスラックでタスク共有っていうのは、まあ、何すればわからないっていうのがまずあるので、とりあえず思いつく限りずらっとタスクを洗い出して、でそれをスプレッドシートやスラックで、スラッカーのチームの、パイチャリティスタッフのスラックチャンネルがあるんですけれども、そこで共有して、どれが必要だ、どれが必要だっていうのを、そのミーティングのたびに議論して、今回もその、今回というか、パイチャリティ特性インジャパンのそのイベントも、ズームビーナー使って、で、YouTube 配信もして、質問をスライドで受け付けるっていうような、すいません。形式を取りましたが、その形式に至ったのも、こういったようなそのタスク共有して、本当に必要とか、その、先ほど寺田さんがあったように、その、このイベントの趣旨と合う合わないっていうのを議論を重ねて、で、我々その配信チームがどのようなタスクをやるべきなんだっていうのを洗い出して、適宜そうですね、ここに書いたタスクを、もそのこれだけをやるんだってわけじゃなくて、適宜そのミーティングを重ねていく上で柔軟に修正や可視化して少しずつそのゴールに近づけるということで、タスクを進め、そのことでその漏らしとかではなくてですね、スムーズに作業を行うことができました。次、Zoom のウェビナーの話ですね。まあ、どれだけ機能があるか分かんないんで、まあ、とりあえず触ってみようということで、事前にもう Zoom ウェビナーの契約は早段階で済ませていて、YouTube の配信等もそのできる状態にはなっていたので、そのミーティングの場を利用してですね、まあ、配信チームのお二人に限らず、その他のメンバーの方もパネリストといって役割だったり、参加者の役割だったりを担ってもらって、それぞれどういう、この立場で入るとこうなるっていうのをそれぞれ教えてもらってですね。で、あと、こちら、配信チーム側もそのホストとして入っているので、それでホストとしてできることとか、例えばですけど、ズームウェビナーって一般の参加者、今回はそのイベントでは使わなかったですけども、パネリストに昇格とか、そういう機能があったりするんですけども、まあ、そういうのを触って、でも実際のイベントの時は、参加者の方がパネリストに昇格っていうのは、まあ、ないので、まあ、じゃあそれは当日はいらないねって言ったような、そこら辺を
スタッフを交えて試すことで、実際に使う機能、使わない機能というのを洗い出すことができたという成果を得られました。次が、当日のその進行の流れどうすればっていう話で、もう事前にスピーカーを集めてリハーサルっていう場を設けました。PyCharityTalks in Japan は、全体で、3回スピーカーを集めてリハーサルしたのが3回で、LT の方も集めてやったのが1回、合計4回リハーサルの場を設けて、その実際に内容を話すというかは、そのホスト側がその画面共有のあれこれだったり、その何ですかね、スピーカービュー、ギャラリービューとかといった、あとここに画像載っているようにパネルディスカッションの流れですかね、とうとうそのいくつかトークの種類がありますので、それによってどういう Zoom 側の操作をすればいいんだっていうのを、そのこれはやっぱりなんか実際に発表者の方が入っていただかないと、我々がそのやり方分かっていても、当日スピーカーの方が入った時になんか普通のズームのミーティングと微妙に違うなっていうところがやっぱあるんで、そういうところでその当日トラブルを防ぎたかったということでリハーサル実施したんですけども、これもまたそのリハーサルの時はやっぱりなんか初めてということで、ちょっと苦戦といいますか、まあいろいろ試行錯誤したことがあったんですけれども、まあ、その成果あって当日はその例えば発表者の方の画面共有がうまくいかないとか、部屋に入れないとか、そういった事故を事前に防ぐことができて、スムーズな発表につなぐことができました。まとめですね。リハーサルをすることによって、まあ、その実際の進行の段取りの認識合わせだったり、スピーカーの方のそのズームウェビナーにおいて、発表室においてどうやってやったらいいんだっていう流れで、スタッフ側もそのズームチャットとかもまあいろいろありますけど、どういうことすればいいんだっていうのを経験することができて、結果、まあ、トラブル発生することなくイベントを完遂できたっていう成果につながりました、はい、以上がそうですね、事前に準備したことでして、結構配信チームとしてはもうほぼほぼメインが準備したことになるんですけども、まあ、当日も当然やったことタスクはありまして、主にやったのが3つですね。結構ちょっと具体的な話なんですけども、Zoom の立ち上げ、配信の開始、コメントの監視、ギャラリービュー、スピーカービュー、切り替え、3つあったんですけれども。まず、Zoom の立ち上げと YouTube の配信の開始というのは、先ほど説明した事前の設定、Zoom ウェビナーの設定と、YouTube 配信でイベント作成して、そのキーの情報を Zoom 側で設定するといったようなことをやった上で、まあ、そのイベントの開始するんですけれども、もうその設定がほぼほぼメインなので、今回のその PyCharityのTalks in Japanのそのイベントも、一時開始でしたけれども、やったことというのはもう下にウェビナー開始する、YouTube ライブスタジオで配信開始する、もうそれだけでボタンを押すだけでパッとできるので、もう本当に直前で行っても問題ないようなタスクの少なさでありました。次に、まあ、イベント中にやっていたことですね。イベント中は、まあ、配信チームとしては特段そのずっと動いてるってわけではなくて、基本的には YouTube コメントの監視をしていたんですけども、あとは参加者とかの人数とかの推移とかを言ってましたけど、コメントの監視というのは YouTube スタジオから見ることができて、その管理者の権限がありますので、YouTube の方で流れたコメントに対して、ちょっと消すべき、ちょっとそのいわゆるコードオブコンダクトに乗っ取ってないような、ちょっと消した方がいいんじゃないかなっていうものは、一応スタッフのスラックで、その認識合わせはしますけれども、そういった上でその削除するっていうことを行っていましたが、今回はちょっとその、YouTube の方で、その、ちょっとそういう怪しいコメントとかそういうのは一切なくて、
今回のこのタスクに関してはほとんどやることがなかったっていうのが正直なところです。次にギャラリービューとスピーカービューに切り替えということで、ちょっとこれ細かい話なんですけれども、あのウェビナーでは、あのズームウェビナーではあのホストの設定が参加者側にも反映されるということで、これどういうことかというと、あの今私ホストですけれども、あの基本的にそれは今このミーティングに参加されている皆さん、そのギャラリービュー、スピーカービューには干渉しないですけれども、参加者、そのズームウェビナーの場合だと、あの参加者側で見たときに、そのビデオが、その話す人全員映る、いわゆるギャラリービューと、一人だけ話している本人がアップで映る、そのスピーカービューっていうのが、あまりその参加者側では切り替えることができなくて、でそこの制御をしているのがホスト側のその設定ということで。で、当然あのパネルディスカッションだと、その、ズームって基本トークは一方通行なんで、一人の声しか聞こえないですけれども、とはいえそのパネルディスカッションだと、めぐるめくその話す人が変わるので、当然全員の顔は置いたいと思って、その場合はちゃんとギャラリービューでその参加者側が表示されるようにホスト側で設定し、トークの時は当然あの話す人だけ映せばいいと言いますか、あの当日あのスタッフもビデオをオンにしている人は何人かいましたけれども、まあ、基本的には話す人だけ映ればいいので、その時はスピーカービューに切り替えて、参加者側の方では話している本人だけ、あのスライドとそのスライドの右上に、話している人本人のビデオだけが映るような状態にするっていうのを設定を行っていました。というのがまあ以上ですね。当日は特にその配信側としては特にトラブルなくタスクを完遂することができました。で、最後に得たノウハウですね。まあ主に2つですね。Zoom ウェビナーおよび YouTube 配信の使い方とオンラインイベント開催の運び。で、個人的にやっぱり一番大きかったなと思うのが、Zoom ウェビナーのおよび YouTube 配信の使い方のノウハウを得られたという点あると思っていて、で、これらって、その、当然イベント用の機能なんで、イベントを主催するといったような機会がなければ使うことはほぼほぼないと思うんですね。まあ、ほとんど、はい。少なくとも自分からこれ使おうっていう機会っていうのは、ちょっとやっぱ、なかなか限られてくると思っているんですね。なので、やっぱこういう機会をいただけたといいますか、こういう機会を得られたのは、すごい個人的には良かったなと思っています。で、その、今年は、その、このイベントも含めて、その、オンライン開催のものが、とても、この受講知性ですので、多いので、このノウハウを生かすことができるっていう点も含めて、そのやっぱ、Zoom ウェビナー、YouTube 配信にさることはできたのは良かったかなと思います。で、冒頭の自己紹介のところで、私、今年、その PyConJP2020 のサフ業をやります。その配信チーム担当しますと言いましたけれども、すいません。そこで早速、その、配信前のタスクを行いそうなので、ぜひぜひ活かしていこうと思っています。次がオンラインイベント開催の運びですね。まあ、Zoom に限らず、そもそもオンラインイベント そのスタッフ業自体は初めてでありまして、そもそも僕はそのイベントのスタッフ業自体もそんなに経験が豊富なわけではなくて、去年の PyConJP2019 がスタッフ業が初めてぐらいの感じだったんですけれども、まあ、一方でやっぱその PyConJP2019 はオフライン開催だったので、オフラインはオフラインの流れが当然あるんですけれども、今回はオンラインイベントということで、そのオンラインイベントで必要なこと、結構今回のイベントでも200人超の方が来ていただいて、それぐらいの規模に対してどういうその準備とか行えばいいんだっていうのを肌で感じることができた。まあ、あとはあれですね。当然オンラインイベントなんで自宅でが作業がメインなんですけども、なかなかそういった自宅でさあれこれするっていう経験もなかったので、いい経験になったかなと思っています。で、やっぱそのオンラインイベント特有のその悩みというか、ちょっと懸念点が、
やっぱ顔が見えづらいということで、今回のその Zoom ウェビナーの発表だと、参加者側の方は、さっきも言ったように、ビデオがオンにならないので、私たちそのスタッフやパネリスト、まあ、参加者も含めてなんですけれども、顔が見えるっていうのはもう限られ、結構人数限られてくるんですね。十数人ぐらいでしたかね。イベント自体は200人超参加してるんですけれども、顔が見るのはそれだけということで、そこら辺含めるとその、ちょっと勝手の違いといいますか、その参加者の方、当然そのスライドと、や、ズームチャットを通して会話する機会はあるんですけれども、実際に顔が見えないと、やっぱそのリアクションとか、確認しづらいので、そこら辺大丈夫かなっていうのが、もともと私の懸念点だったんですけれども、PyChIT のイベントの参加者は、事前に、そのイベント開始したときに、高野さんや、まあやさんが、イベントこのように進めていきますっていった説明をしてくださいましたけれども、それにその参加者の方々はすごくスムーズに従うといいますか、乗っ取ってそのイベントの進行を協力していただいたので、また私たちそのスタッフ、まあ、配信スタッフも含めてすごく助かったなというのがあります。まあ、その当然参加者の方がそこら辺理解してくれたっていうのも大きいですし、事前にそのスタッフの方がその他の方も私たち配信スタッフも含めてそのあらゆるその場合を想定して準備をしたのも大きかったかなと思っています。最後にまとめです。つなぎまして、とりあえずそのやってみるということはやはり大事。そもそもそのパイコンじゃない、パイチャリティイベントにその私スタッフとして誘い受けたのが、その寺田さんからその受けた誘いなんですけれども、あまり声かけていただいたときは、オンラインイベントってどういう感じで進めるか分かってなかったんですけど、まあでもなんかスタッフ業って、やっぱ PyCon JP 2019 の, そのスタッフやってた経験がすると面白いというか、やりがいがあることなんで、とりあえずやってみようっていう形で参加したんですけど、やっぱりそこらすごく結果良かったなと思っていて、まあ、さっき言ったようなそのいろいろなノウハウも得られましたし、実際に楽しかったっていう点で、その PyChIT のスタッフできたのはすごく良かったと。なんでやっぱとりあえずやってみて良かったなっていうのが一つ。で、次がそのイベントの成功の可否といいますか、成功するにはどうしたらいいかっていうそのノウハウの部分で、そのやっぱスタッフの方、基本的にオンラインイベントはそんな慣れてなくても、ずらっとタスクをその洗い出して、日々議論を重ねて、必要なことを洗い出して、準備していた結果、そのパイチャリティートークインジャパン、特にそのトラブルとか大きな問題もなく、その終えることができたということで、やはりこれだけその入念に準備すれば、そのイベントの成功につながるんだっていうのを改めて実感しました。で、今後そのイベントのスタッフ業でいくつかも携わるとは思うんですけれども、こういった経験はぜひ生かしていこうと。入念な準備。オンラインイベントはオンラインイベントのは準備の仕方がありますけれども、まあ、どちらにせよその入念にいろんなパターンを想像して準備するのに越したことはないというのを実感しました。というのが二つ目。まあ、最後が、もう、寺田さんの、そのスタッフ紹介のところにありましたけれども、もう参加している方が、もうすごい、イベントの開催経験が豊富な方が多くて、PyCon JP のスタッフだったり、Py、そのブートキャンプの、スタッフだったり、さまざまなそのイベントのスタッフ経験者が多くて、そこら辺のノウハウっていうのは、当然オンラインイベントでもすごい、活かしててスムーズに進んだので、全くそのあまり経験がない身としてはすごい頼もしかったなと、これ以上ないスタッフの方々に恵まれたのかと思いました。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。2分前ぐらいですけど、最後に追加で言うことはないですかね、クモピーさん。はい無茶ぶりしてみたけどまあ、最後にも言いましたけど、やっぱいい経験をいただいたので、これを参加してよかったなという気持ちです。はい、ぜひ次に生かして、どんどん広めていってください。はい。
じゃあ私の発表に行きたいと思います。私をピンにする。はい。はい。はい。あ、俺ホストじゃなくていいですよ、別に。はい。あ、渡しちゃった？まあいいや。まだです。はい。まだですかね。はい。はい。では発表したいと思います。鈴木貴則と言います。よろしくお願いします。今日、3つ目のトークとして、私はプログラム担当したんですけれども、そのプログラム担当している中での、事前準備とか当日進行っていうのについて話をしていきたいと思います。はい。スライドはこんな感じで見えてますかね。大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ、事前準備と当日進行について話をしていきます。えい。はい。待ってね。はい。まず、今日話すことは、短めなのは最初に考えたことと心の持ちようっていうのがあって、メインで話したいことは、事前準備でどんなことやったかっていうことと、当日進行としてどんなことをしたかっていう話をしていきます。こっちの方が重めっていうか多めです。はい。ツイッターはパイチャリティで、シャープパイチャリティでお願いします。スライド、ここからリンクしてるんで、まあ、後で、コンパスページとかにも載せますけど、見れます。いつでも見れます。すでに公開済みです。鈴木貴則です。まあ、こんな人です。PyConJP アソシエーションの中の人だったり、いろいろやってます。で、今回の Python Charity Talks in Japan っていうイベントでは、私はプログラム担当として、マーヤさんと一緒に活動しました。で、イベントの URL はこれで、あと YouTube のリンクはここにありますって感じで、まあ、これが成果物って感じですね。で、じゃあ Python Charity Talks やりたいんだっていうのを、まあ、寺田さんが妄想した後にやりたいんだって言ってて、私がプログラム担当になって、最初に考えたことです。あれ？なんだ？ああ、間違って俺リンクをしちゃった？ああ、ごめんなさい。最初に考えたことですと。で、まあ、寄付なんですけど、参加費はもらってるじゃないですかと。皆さん、一般参加者も1000円はもらってますと。で、その中で、やっぱグダグダじゃないぐらいの品質にはしたいなと思っていましたと。で、とはいえ、頑張ってクオリティ上げすぎて、なんかプロっぽい感じになるのもちょっと違うかなと思ってて、温かみがある感じのみんなで盛り上げる雰囲気にはしたいなと思ってました。あと、1時から6時かな、5時間ぐらいの長丁場だったので、無音のところがあるとそこで離脱して来なくなる人がいると思うんで、そういうのはやめようと思ってました。で、また、2ヶ月間という短い期間があった、期間が短かったんですけど、そこでみんな頑張りすぎると辛いので、そこは頑張りすぎないようにしようっていうふうに思っていました。事前も当日もですね。っていうことを自分の中では思ってました。で、じゃあ事前準備何やったのって話なんですけど、主にやったのがトークの選定とライトニングトークの選定、それから連絡体制を作る、そのスピーカーたちとの連絡体制を作るところ、で、あと事前準備、当日用のドキュメント作成したりすることと、あとリハーサル。リハーサルさっきくまぴーさんも話した。このあたりのことをやってました。それぞれ詳細に行ってきます。でトークセンターですね。全体が2ヶ月で、告知も考えると、1ヶ月で、トークを選定は終わらせないといけないな、みたいに思ってましたと。で、スケジュール的によくある発表者募集ってやって、リストでもらって、そこから投票してってやると、まあ無理だなと、期間的にかなり厳しいなと思って、じゃあ、こっちから依頼しようって思ったんですけど、じゃあどうするっていうのをちょっと悩みましたと。で、そこでどうしたかっていうと、PyConJP2019 とかで良かったトークを再演してもらうっていう方針にしました、今回。で、これメリットとしては、まず、一回聞いて内容が結構いいやつをピックアップしてるんで、質の高いトークになるでしょうと。で、スピーカー自身も短い期間で準備してくださいって言ってる中で、ちょっとある程度こう更新すればいい感じになるので、負荷も低いから、お互いにメリットかなと思いました。で、スタッフ内でこのトーク良かったんじゃんってリストを推薦コメント出して、で、みんなでこれ聞きたい、あれ聞きたいとかって言って、決定して声をかける。スピーカーにそれから声をかけるっていう感じの選定をしました。で、これがその時の選定シートで、こんな感じで、この人が発表したこれが聞きたいです。で、推薦者誰でみんながこれ聞きたい、あれ聞きたいとかって言って、
で、声かけ順位を決めて声かけていったっていう感じですね。これ、すごく後で良かったのが、PyCon JP だけじゃなくて、PyCon ミニ札幌とか、PyCon ミニ静岡の発表とかも入って、広く、やっぱ日本中の Python コミュニティって感じになったのは、それは良かったかなって思っています。で、順番が決まったんで、私から Twitter の DM で各自にメッセージを送ったら、その日のうちにみんな快諾してくれて、あ、いいっすよ、やります、やります、みたいな感じで、みんないい人だな、かっこちょろいっていう、心の声がこうスラックに書かれていましたということで、はい。こんな感じです。次、LT 選定です。LT 選定はコンパスを登録するときに、そもそも登録時にライトニングトークンやりたい人には全部必要事項を書いてもらうということをしました。で、その時に顔出し録画 OK みたいな感じの確認をして、で、このもう上がった中から、また同じようにスタッフでコメントして、で、7枠、10候補あったうちの7枠で選定をしましたって感じです。で、こんな感じでシートに名前とタイトルとあって、こうやってお互いにコメントして、で、声を確定。3つはごめんなさいみたいな感じで、でまあ LT はもうやる気満々なんで多分やらないって人はいないでしょうっていう感じで、まあ一応確認だけして7枠決まったって感じで LT やりました。で、じゃあそういう他に、スポンサーとかもいるので連絡体制を作んなきゃいけないですと。で、どうしたかっていうことなんですけれども、スピーカーとスポンサーで発表する人ですね、発表する人全員を PyCon JP は PyCon JP Slack ってあるんですけど、 PyCon JP Slack に招待しました。で、 PyCon JP Slack は、Slack のノンプロフィットのオーガニゼーションのやつを取ってるので、有料版と同じサービス使ってるんですね。なのでシングルチャンネルゲストとかで呼んで1個の Python チャリティートークスチャンネルに全員入ってもらいました。で、まあ、スタッフのやり取りあるんですけど、まあもうそれは見られてもしょうがないというか、見られても別にいい。で、見たかったら見ていいけど、まあ全部見ると大変だと思うんで、必要な時は必ず個別にメンションするっていうこと。これがあるから聞いてくださいみたいなのは、アットチャンネルとかじゃなくて、ちゃんと個別にできるだけメンションするみたいな感じの運用で連絡をしていました。こうやってまあ省力化するって感じですね。で、ある日はこんな感じですね。この人たちに、明日リハーサルやるよって言って準備お願いねみたいな感じでメンションして、で、このパイチャリティスタッフっていうのはスタッフ全員に行くやつなんで、資料買ったから書いたからちょっとレビューお願いしますってスタッフにだけ言うとか、まあ、こんな感じでやっていました。で、事前のドキュメント作成についてですが、はい、こんな資料を作りました。発表者向けの資料、オープニングクロージング資料、休憩時のスポンサー表示、タイムテーブル、リハーサルメモですね。発表者向け資料は、発表者向け、これリンク貼って見れるんですけど、まあ、やっぱさっき言った通りの Zoom ウェビナーっていうのがちょっと特殊だったり使い勝手的にわからないところがあるんで、こういう注意点ありますよってまとめたりして、で、後で説明するリハーサルの時に一通り読んで、で、後でも見れるように参照できるようにしておきました。主な内容としては Zoom ってこんな感じですよ、あ、 Zoom ウェビナーこんなユーザーがいてそれぞれこんな使い方違いますよとか、発表の流れ入りから出までどうするみたいなとことか、あと発表するときリモートオンライン発表だと、最初さっき私がやったみたいに顔でちょっと喋ってからスライドを共有した方がいいよとか、フォントサイズを大きめの方がいいよとか、そんな話とかを書いておきました。オープニングクロージングはまあその時当日使ったやつなんでまあいいかなと。で、リハーサルやって、で、リハーサルをさっきくまぴーさんもあったんですけど、Zoom ウェビナー自体やっぱり私たちも慣れてないので、使って慣れないとまず分かんないでしょうということでやりましたと。で、スポンサー、スピーカー、LT スピーカー全員含めて4回の日程でリハーサルやって、これはもう必ず1回はどこかに皆さん来てもらいました。日程調整して、で、リハーサル時のチェックポイントなんですけれど、まず音と映像とスライドが大丈夫か、当然そのビデオ大丈夫、カメラ大丈夫、マイク、あ、同じか、ビデオとカメラ、マイク大丈夫、スライドの表示見えるみたいなのやったり、ちょっとごめん、
で、あとそれから、Zoom ウェビナーの操作に慣れる必要があるんで、そこら辺はかなり、実際にじゃあ発表する体で、じゃあ皆さん、何々さんお願いします。はい、わかりました。じゃあ今から私が発表しますとか言いながらこうやって表示するみたいなこととかをやったりしていました。こういうふうに、そうですね、書いてる通り、司会含めて本番っぽくできるだけ実施する、イリトデのところで。はい、環境音は気にしないでくださいね。今チャット見たけど。あとは発表に対してこうすると良さそうみたいな助言とかをその終わった後にちょっとする。資料がこうだねとか、あとは人によってなんか、ライトにメガネが反射してるから角度ちょっと考えた方がいいとか、なんかそんな話もしましたねとか、いろいろある。見え方がやっぱり他の人じゃないとわからなかったりするんでね。ということをやってました。これがそのリハーサルの時に使った資料で、こうやって4回分、毎回誰が何どういうことを喋ってとか順番書いて、でコメント書いてみたいなことを4回繰り返しやりました。で、事前準備としてこういうことやったっていうののまとめなんですけれども、まず省力化っていうところでは最初の方で話した通りなんですけれども、トークの選定っていうところと、ライトニングトークの選定っていうところで、なんていうか、スムーズに発表者を決められるようにっていうことをやりましたっていうのがポイントかなと思っています。とはいえ、トーク選定が毎回この手が使えるかみたいなのちょっと課題かなと思っています。で、連絡体制っていうところは、一つのチャンネル、スラックに入ってもらうことによっても、スラックで全部連絡がつくみたいな。あの人はメール、あの人はツイッターとかやると多分死ぬので、みたいなので、もう絶対ここに入ってね、みたいな感じでやって、当日もそれでやり取りをして、省力化をしましたと。で、品質。逆にそのイベント自体は、手間をできるだけかけなくても品質高めたいなっていうポイントとしては、やっぱその準備に関連するドキュメントとかをきっちり作って、それを共有することによって、全体がなるほどこういうとこ気をつけたらいいんだなみたいに思ってもらうっていうことをやれたかなと思ってます。で、もう一つはもう何回も言ってるとリハーサルですね。リハーサルを、計4回、はっきり言ってもうめちゃめちゃ大変だったんですけれど、でもやるべきだったなと本当に今でも思ってますっていう感じですね。4回リハーサルをやって、スタッフが結構複数回参加したんで、みんなすごい大変だったなと、期間も詰まってたんで、大変だったなと思うんですけれども、そうすることによって当日はめちゃめちゃスムーズに進んだんじゃないかなって思っています。練習は大事。はい。これがまあ事前準備でしたと。で、当日進行の話に行きます。で、当日進行っていうところでやったこととしては、まず PC を準備するっていうことと、タイムテーブルを用意するっていう話、タイムテーブルを用意してそれを運用するっていう話、それから Zoom 自体の操作って話と、あとはこの辺は余談みたいなところもあるんですけど、トークを見ないっていうことと休憩トークっていうネタがあります。はい。PC 準備ですね。これ結構おすすめなのは、これスタッフ側なんですけど、PC はやっぱり2台あった方がいいですと。で、メイン PC はホスト。さっきのウェビナーで言うとホストっていう運用する側として入って、マイクとカメラはこっちを使いますと。で、サブ PC の方ではもう1台の PC で参加者としてズームウェビナーのような参加者として見る。で、あとは、YouTube も見て、あ、こういうふうに今見えてんだな、とか、あと Twitter やったりとか、チャット見たりとか、あ、チャットというのは、その時は Zoom のチャット見たりとか、スライド見たりとか、細々したのは、そっち側でやるっていう感じですね。っていうふうに分けるのが、2台あるんだったら、おすすめだし、ホストをやる人で中心的に回す人は2台あった方がいいなって思ってます。強く思いました。あと、メイン PC の方って、直前に再起動するのをおすすめですって、ズームがやっぱめっちゃ重たかったりするんで、その日はなんか、誰かがなんか言ってくれたんで、で、それでみんなでちょっと前に再起動しようぜとか言ってみんな再起動してましたね。で、ズームとウェブブラウザーだけ上げといて、あといらないアプリケーションは全部閉じるみたいなことをやるとか、いうのは、やっておいた方がいいと思います。ズーム止まっちゃうと困っちゃう。ホストがしたら、まあ、コホストがホストになるだけですけど、まあ、いろいろバタバタするんで、こういうのやった方がいいですね。
で、これが当日のちょっと汚いですけど、左側がメイン PC で、今喋ってるのもこっちで、で右側にスラックで連絡事項を送ったりとか、その Zoom で参加者側の目線でちゃんと見えてるかなとか見たりとか、そんなこととかをやったりやってました。はい。こんな感じの当日の利用環境です。これがそうですね。これはどっち側だ？これはホスト側か。ホスト側だとこういう風に見えて、今誰がいてとか、参加者とかも、パネリストが誰がいてとかいうこともできたり、あとはなんだ、ミュート設定したりとか、細かい操作とかもできるので、次この人にビデオをピンして、今みたいに私に今ずっとフォーカス当たってるんですよ。フォーカス当たってると変えたりとかっていうのをカチャ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 やるんですけど、っていうのを見ながら参加者が、あ、この時140万人いますね、みたいな。こんな感じの、これが Zoom ウェビナー側の、ウェビナーのホスト側の画面ですね。まあ、普段の Zoom の画面が近いっちゃ近いかなと思います。で、タイムテーブルの話、これも結構大事だと思ってます。進行をやっぱりこう、ぐだらせたくないっていうのがあって、オンタイムでちゃんと進めるっていうのが大事だと思ってたんですね。イベントとして。で、タイムテーブル作ることが大事で、で、ここで大事なのが、必要な情報を一箇所にまとめるっていうことですね。この必要な情報って何かっていうと、その時私イベント進行してるんで、各スロットの開始終了時刻、それから内容、で、スピーカーが誰で、そのスピーカーを何て呼ぶか、あとスライドへのリンクっていうのは、その時、私とかが発表するときは、そのスライドへのリンクも入れておくっていいですね。で、これが具体的に作ったシートで、ここを見ながら、何時から何時だから、あと何分でそろそろ終わるな。で、例えば今ここですね。例えば瀬山さんの発表やってるとしたら、次の時間が、13時40分だから、13時35分ぐらいに、スラックで、ネクセリの、スピーカースラックあるから、郵政田原さんに、そろそろですよ、準備お願いしますとかって送って、スラックで返事が来たら、OK、OK、みたいになって、で、13時40分だったら、この呼び名を見ながら、では、ネクセリの田原さんお願いします、みたいに言うっていう感じ。結構この、呼び名を書くとかって、地味だけど、俺、すごい大事だと思っていて、その時にその人を何て呼ぶべきかってちゃんと聞いとかないとダメだと思ってるんですよ。で、雑に ID で書いとくと、あれこれ何て読むんだっけって脳がちょっとフリーズするんですね。なので、もう読むそのまま、見たら読める状態にしておくっていうのは結構大事なことかなと思っています。で、これ見ながら次の人、誰それさんいるとかって送ったりとか、そうです。はい。マーヤさんも書いてますけど、そう、呼び名、そう、声、テンパってると読み上げ、やっぱ脳内でつながらなくなるので、こういうのはすごく大事ですね。何も考えなくてもいいように情報を並べるって感じですかね。っていうのはすごく大事だなと思ってます。で、この時見て、あ、次これのスライドだ、リンク。で、例えば、ネクセリーの田原さんが発表して5分後に終わるから、次は休憩トークのスライドがここだから、あ、これもう開いときゃいいや、みたいな感じにスムーズにいけるみたいな。自分のこの行動を先読みして準備しとくみたいなのすごい大事かなと思います。はい。で、タイムテーブル使って、さっき言った通りタイムキープして、次のスピーカー見て、連絡して指示出しして、ビデオオンしてとか、マイクオフだよとか言って、で、名前を見上げて、スライド表示して、みたいな感じで、こういうふうに進行して、オンタイムでできましたって感じですね。はい。次が、ズーム操作については、まあ、私とクマッピーで分担してやってたんですけど、やってたのはそんなになくて、スポットライトのオンオフ、ピンビデオとか、ウェビナーじゃなくて、通常だとピンなんですけど、ウェビナーだとスポットライトになってるんですけど、要は発表者だけがビデオとして映るようにする。のをこうどんどん切り替えていくやつと、あと、忘れてそのままマイクオンの人とか、ビデオつけっぱなし、パネルディスカッションの時は、パネルディスカッションに出る5名だけがビデオオンにしてほしいので、こっちから強制ビデオ停止とか、ポチ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 ってこう、頑張ってやったりとかっていうことをやっていました。絵作り、音作りみたいな感じですね。で、ここで1個だけ、ウェビナーでこうリハーサルできてなくて当日失敗したなって思ったことがありましたんで、これ共有しておきます。
これはあのですね、こちら側からホストから強制停止をすると強制解除っていうのができないんですよっていうことですね。ちょっと分かりにくいんですけど、強制停止はできるんです。あの人ミュートしてない、あの人ビデオオフにしてないって言ってミュートビデオオフっていうのはホストができます。ただし解除するときは、ビデオオンを書く、なんていうか依頼する、マイクオンを依頼するっていうことしかできないんですね、ホストから。これはまあ確かに逆の立場だと、急にビデオオンにされてその時に見られたくない状態だと困ると思うんですね、パネリストとかが。だからそういう設定なんだなと思って後で納得したんですが、これリンク先にこういう設定に変わりましたっていうのが書いてあって、これ気づいてなくて、あの LT の前に関係ないとバシバシバシって俺ミュートとかしまくったんですよ。で最後にじゃあ全員クロージングで顔出して音出してってやろうとしたら、あのこっちで強制オフにしちゃったから戻せなくて、戻ってこれない人がきっといたんだろうなと思って、これが失敗でしたっていうので、もし次ウェビナー使う人がいたらご注意ください。なかなかこれはやらないとわからない失敗だなって思ってます。でトークを見ないですね、この大ティップスなんですけど、そもそも5時間発表を聞き続けるってめちゃくちゃ疲れるんですね。で現地で聞いてるときってやっぱり現地に行ってもスライドずっと見続けてないと思うんですよね、みんなって思ってて。で特に私はその進行として最初から最後まで集中してやっぱり進行をちゃんとするっていうのがあったので、発表面白いのは分かってるし面白いなって思ってたんだけど、でもそこで聞いちゃうと最後まで集中力が持たないなと思いました。なので意識的に画面を見ないようにするっていうことをしました。なので、30分トークの時はだいたい意図的に途中でビデオとミュート、ビデオとマイクオフにして、ちょっとトイレ立ったりとか、お茶入れたりとか、で、ちょっとヘッドホンで、なんか、様子だけは音で聞いてるみたいな感じをしていましたね。ミュートしてカメラオフして、ちょっといなくなって、ふーってして、また戻って、あ、そろそろ5分前だしなって言って、戻って、なんていうの、また進行モードに入るみたいなことやりました。それでもかなり最後までやるときつかったなって、まあ LT があるからっていうのもあるんですけど、結構きつかったなって思ってます。なので進行する人はトーク見すぎない、まあビデオあるしねっていうので、ちょっと我慢した方がいいなって思っています。持たないです、5時間。休憩トーク。これはですね、今回、さっき離脱防止っていう話があったときにどうしようかなって考えてたんですね。休憩をしないわけにはいかないでしょうと。発表してやっぱり1時間に10分ぐらい休憩してトイレ行きたいとかお茶入れたいとかは絶対あるだろうなって思っていて、でもその間じゃあここから休憩です、10分後にまたやりますって言っちゃうと、まあ、絶対みんな戻ってこないって思ってましたと。絶対これ戻ってこないだろうと。でどうしようって、ただそのために何かがっつりコンテンツを用意しちゃうと、それはさっきの頑張りすぎって話になっちゃうから違うなって思って、でどうしようって思ったんですけど、でそこで休憩トークっていうのを、まあ、思いつきましたと。私がでスタッフ、まあスピーカーがその前話してるから、まあ、それに乗っけて、でスタッフの誰かがさっきのあれなんだけどさとか、全然もう最近どうよみたいな感じとかの話をするっていうのはいいんじゃないかなと。途中聞かなくてもいいし、またなんかトイレなりどっか休憩して戻ってもう一回ヘッドオンしたら、途中からあなんか喋ってるわってラジオっぽく聞けるっていうのがいいんじゃないかなと思ってやりましたと。で耳だけで楽しめるように、もう絵はなしで固定ですね、固定でスポンサー名と今これやって次は何時から何ですしかなしにして、で2人がただ顔出して喋ってる、2人3人が喋ってるみたいな感じでやって、まあ、低コストで結構反響的にはこうですね、こういう感じで面白かったっていう、そうですね、ここでこの辺で休憩トーク面白すぎて休憩できないって、こう逆のね面白すぎて抜けられないみたいなとか、用意されて素敵とか、休憩トークやっぱ次何とかこういうの書いてて、これはもう休憩トークはまあ私が考えたってもう完全にどうやって言いますけど、あの発想しちゃったので、ぜひ皆さん使ってください。
使って、休憩トークすごい良かったねってもし誰かに言われたら、高典ってやつが考えたんだよって言ってください。お願いします。はい。じゃあ次。当日進行まとめです。全体の品質を高めるためにっていうところでは PC を2台準備することによって発表側とその聞いてる側っていうのを確認したり、あとはタイムテーブルを用意して見るだけでいいようにすることによってこううまいこと、進行する。それからズーム操作っていうのをポチポチやることによって絵とか音とかのクオリティを上げるっていうことをやりましたと。あと離脱防止温かみっていう対策のところで休憩トークを用意しましたと。あと頑張りすぎないっていうところではそのトークを見ないっていう部分が私自身のその頑張りすぎないっていうところかなと思ってます。こんな感じで当日進行をやっていきました。あと最後はちょこっと違う話で心の持ち方っていう、私がこうどう思いながらその準備とか当日やってたかっていうのをちょこっとだけ話して終わりにしようと思うんですけど、まず一つ目はこのイベント全体をやっぱりどうするかっていう明確なイメージを持つっていうのは大事かなと思ってます。これ私吹奏楽って演奏会とかやってるっていうのもあると思うんですけど、やっぱなんか指揮者がこう出てきてこう演奏して終わったらなんかどうなって出てってまた次の曲司会が入ってみたいな流れとかをこう具体的にイメージして、でできるだけそれに近づけるように作るみたいなのって結構大事だなと思ってます。でそこに近づけるために皆さんに協力してもらうってことで、そのリハーサルが必要だったらリハーサルやるとか、資料が必要だったら作るとか、そういう感じでやっていく。そうボトムアップだとちょっとうまくいかないっていうか、頑張りすぎちゃうとやっぱり思ってて、最終的にこういうことやりたくて自分の大事なのこの辺だからここにちょっとパワーかけようとか、なのでやっぱりそのリハーサルにはめちゃめちゃコストかけたっていうのはそういうことかなって自分でも思ってますと。はい。でもただちょっと難しかったのが、私の中にはあるけどそれをこううまくみんなに伝えきれてないみたいなところとかもあって、そこはちょっとどうしたらいいのかなって、やっぱ本当は絵コンテとかあるといいとかあると思うんですよね、こういうのって。まあ、一つはタイムテーブルだったのかなとも思ってます。はい。でもう一つはそのまま見せるとカッコつけない同じで、とはいえこうイメージ作って準備してやってるんだけど、やっぱり当日なんかうまくいかないとかあると思うんですね。でそういう時にとはいえ、まあ参加者も別にみんな仲間なんだから、そこはカッコつけないで、なんとかさんいないだよとかってもうその場で言っちゃって、ちょっと面白いみたいな、そのなんかなんていうのかな、ちょっとぐだってるのは良くないけど、ぐだってるならぐだってるところもそのまま見せて、なぜぐだってるかを言うことによって、ああそういうのだったらまあ待つわみたいな雰囲気を作るのって俺大事だなと思ってます。やっぱり無音でなんか準備が黙ってて、少々お待ちくださいって言ってずっと静かみたいなのってすごく見てる側から俺ストレスだと思うんですよ。自分だったらすごいストレスなんで、なのでそういう時はすいません、今何々が準備できてないんでちょっと待っててくださいねって言いながら、もうそこで何々さんどうとかって言って、もう実況しちゃって、それをもうコンテンツにしちゃうみたいな、それをみんなが見てて、ああそういう感じなので、なんか例えば今誰それさんのカメラがトラブルなんで今再起動中ですとかって言って、あじゃあ待ちますわって言って、まあそれまではちょっと なんか喋ってようぜとかって言って、私が誰かに振ってどうとかって言うみたいな感じとかはすごい大事かなと思ってます。でそういうことがあってもまあ気にしないというか、お互いしょうがないよねみたいに、これぐらいはまあいいよねみたいな感じの雰囲気で持ってった方がお互い気が楽じゃんみたいな、一緒にやっぱ楽しもうぜみたいな感じでやってった方がいいかなっていう風な心の持ち方で私自身はやっていました。はい、だいたい喋ったのかな。はい。でじゃあ振り返ってどうかなっていうところで言えば、まあグダグダじゃない品質はかなりできたと思ってます。でとはいえプロすぎず温かみがあるっていうところは、やっぱ休憩トークだったりっていうところで結構できたかなと思ってて、無音時間減らすっていうところもそうですね、進行もすごいスムーズに進んだんで、そういう意味でも、
なんていうか、逆にまあ離脱しにくくてトイレ行きにくいみたいなのあったと思うんですけど、と思ってます。ね、準備頑張りすぎないについては、まあ言うてもまあまあできたかなだと思っていて、やっぱウェビナー慣れてないよ、リハーサル4回はめっちゃきつかったですね。次回はもうちょい省力化できるかなとは思っていますが、初回なのでまあしょうがなかったかなって思っています。で、そうですね、イベントそのものとしては一体感のあるイベントがオンラインでもすごいできたなと思ってますし、アンケート的にも満足度高そうで、さっき言った通り次回はもうちょい省力化できるんじゃないかな、まあ、トーク選定どうするかっていう課題だけがあるかなって思っています。で、最大の課題は懇親会ですね。一体感あるイベントはできたんだけど、やっぱりビール飲みたいじゃんみたいな感じ、みんなでビール飲んでウェーイってしたいじゃんっていうのが私にはあるので、それがやっぱりズームだとできないのでどうしたらいいのかなっていう課題がありますと思っています。はい、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、スライドはここにありますんで、見てください。ほいっと。終わり。ヘッドホンに戻って。あれ？どこ行った？ズームが行方不明。少々お待ちを。はい。では、続いて LT に入って、行きたいと思います。私のピンを外します。あれ？音が俺に変わってねえのか。はい。あ、いましたね。はいはいはい。お願いします。はい。はい。では、はい。福田さん聞こえてます。じゃあピンビデオしましたので、準備が OK になったら振りますんで、とりあえず画面共有とかもしちゃって大丈夫ですよ。あ、はい。はい、音って大丈夫ですか？はい。はい。あ、音って大丈夫ですか？あ、OK です。緑でクリアです。はい、ありがとうございます。はい。LT、ありがとうございます。1名、応募していただいてよかったです。ゼロだったら寂しいなって気持ちになるところだったんで。はい。OK、はい、じゃあ、はい、準備できました。はい、じゃあ、ライトニングトークです。福田純也さんです。よろしくお願いします。パチ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 。はい、よろしくお願いします。まあ、あのブレストイベントの知見ということで、あ、すいません、オンラインイベントの知見ですね。で、ブレストちょっとやってみたので、それちょっとお話しさせていただければなと思います。はい。で、まあ、簡単なアジェンダですが、まあ、オンラインでブレストでワークショップやりました。で、まあ、どうやったのってとことを、まあ、所感おしゃべりできればなと思ってます。はい。で、あの、Zoom でのコメント、まあ、スライドもですけど、あの、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。で、お前誰よなんですけど、福田純也と言います。長野県の会社の日本システム技研 JSL ってとこに所属してます。で、PyCon JP とか、ジャンゴコングレスでお世話になってます。で、弊社運営のコミュニティスペースっていうのに Geek Lab 長野っていうのがあって、今回そこでやったオンラインイベントのお話させていただこうと思います。はい。で、オンラインで、ブレストなんですけど、ワークショップ形式で、2回ほどやってみました。はい、こんな感じです。はい、で、ファシリテーター私1人が運営で、参加者の方は5名、4人参加していただいて、1人あの身内呼んでっていう感じです。で、まあ、ブレストって何っていう話なんですけど、まあ、ちょっとこの辺は割愛させていただいて、まあ、あのアイデア出しの会議ですよっていうところと、まあ、課題に対して、使うんですけど、まあ、そのアイデア発散させるところでブレスト使うよ、他のところは、知らん話だよっていうところですね。はい。で、会議形式なので、まあ、コミュニケーション、おしゃべりが必要です。まあ、しゃべらないブレストとかもあるんですけど、まあ、通常そうですね、しゃべるかなと。で、思いついたことを付箋にしたりしゃべったり、まあ、思いつきに乗っかったりっていうことをブレストではするかなと思います。で、オンラインのコミュニケーションって、まあ皆さんもやられてると思うんですけど、わちゃつきませんかね。わちゃつきますよね。はい。まあ、ちょっとわちゃついてばっかだなっていうのが、感じてるんですけど、まあ一人しか喋れないっていうのと、まあ三人以上だと喋るタイミング、喋り出しのタイミング難しいなと。で、ましてやワークショップっていう形で、初めましての人たちでやるところで、どうやろうかっていうのを、まあ考えまして、まあ、簡単に言うとツールに頼りました。とブレストは、面白法人カヤックさんというウェブの会社さんの、
商品で、あとは Zoom と Miro というホワイトボードのツールを使いましたよと。で、ブレストカードなんですけど、まあ、カードゲームですね。まあ、こんな感じで、カードをめくって、順番にそのお題に沿って喋るっていうカードゲームです。で、まあ、ブレストって、まあ、ブレストあるあるかどうかちょっとわかんないんですけど、慣れてる人が、結構一人で喋りがちっていうのもあるんですけど、まあ、順番にっていうのが、組み込まれてるゲームになります。これめちゃめちゃ面白いです。はい。で、あと、Zoom はビデオチャットのツールとして、で、あと、人数が増えた場合のブレイクアウトルームですね。まあ、10人だったら合コンに分けるよとか、333に分けるよとかっていうのができる機能です。で、あと、Miroですね。まあ、ホワイトボードのツールで、まあ、アイディアとかカードをメモしていきますよっていうところですね。はい。まあ、Miroの様子はこんな感じです。まあ、ファシリテーターの私が、人のアイディアを、まあ、ひたすらタイプし続けるっていう感じで、やりました。はい。で、まあ、オンラインでの所感なんですけど、まあ、ワークショップのやり方の一例として、まあ、喋る順番を決めておくっていうのは大事かなと。それをルールベースでやることで、まあ、全員の意見を強制的に聞けるっていうのはありだなと思いました。で、あと、みんなで見れる共通の場所を用意する。まあ、これ、Miroで今回対応したところですね。で、あと、視覚で見れる情報を増やすっていうのもとても大事かなと。まあ、対面してないので、おしゃべりも結構流れがちなんですけど、まあ、実際にそのテキストになってたりすると、とか、絵になってたりすると、まあ、後で見返しやすいよっていうのがあるなっていうのがやってみた印象です。はい。で、オンラインワークショップならではでちょっと起こった問題で、まあ、オンラインツールへのアクセスができなかった。っていうのが冒頭にあったり、あとマイクのところで一回出入りしてもらったりっていうのと、あとワークショップ形式だったんですけど、モバイルで参加された方がいて、で、まあ、ちょっと想定してなかったんですけど、まあ、私の方でフォローしながら、やらせていただいたという感じです。はい。あと1分くらいでいけますか？すいません。長いですよね。すみません。で、まあ、ちょっと昨日見た夢っていうのをカードゲームでできるんで、ちょっとやらせていただきたいなと思ったんですけど、ちょっと長いので、今日はここまでにして、まあ、続きはギークラブを長野の方で、で、ブレストカードの方は Amazon で売ってるので、ぜひ、あと、ノート、ツイッター、ギークラブやってるので、よろしくお願いします。で、最後なんですけど、私個人的な話なんですけど、PyConJP2020 に、お邪魔しますんで、よろしくお願いします。はい、私からは以上です。ありがとうございました。すいません。はい、ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。すげえスピーカーだった。しかも ASGI なんだ。すげえ。はい、はい、はい。